はい、今回はエクスペリア C5 ね。で、箱こんな感じですね。ね。で、ここにセルフィーフラッシュって書いてあるね。フロントカメラが自撮り対応の広角レンズで、かつフロントにもフラッシュがついていると、そういうスマホです。で、モデルは E5563。こうなって、これ本体だね。これここにセルフィー用のカメラがあって、これがフラッシュですね。裏こんな感じです。カメラ部分こんな感じね。こういうふうになってんだね。こっちがマイクロ SD カードで、こっちが SIM カードだね。ここが電源で、これボリュームボタンだね。で、これカメラボタン。ヘッドホンジャックがありますと。で、下は USB とマイクだと思いますね、これね。で、その次が、こうか。こうなってんだ。これヘッドホンだね。はい。ヘッドホンと。で、これが、これ AC アダプター。ここに USB のポートがあるんだ。これが USB ケーブルだね、これね。で、あとはここにマニュアルが入っているよと。まとめ。本体でしょ？本体があって、で、これマニュアルね。マニュアルと。で、これが USB ケーブル。これヘッドホン。あと、おっとっとっと。AC アダプターが入ってますと。これで全てですね。